好きな人に振られてすごくつらいです。こんなに長い間落ち込むとは思いもよらなかった。2年半も片思いをした。結構仲良くて振られる1週間前にもデートもしてくれてすごく楽しかったのに告白したらその人は恋愛そのものに興味がない恋愛関係自体にワクワクしない僕の性格そのものに問題があると言っていた頭では切り替えなくてはならないと分かっているのに何日もとにかく元気が出なくて鬱になってしまった。 立ち直る方法を教えてもともと恋愛したくなかったのにその人を好きになってしまったことが辛いしかも自分は熱心なキリスト教徒なのだが恋愛や性的なことに非常に否定的な宗教なので自分が恋愛感情を抱いている時点で罪意識を感じそれも辛い私はどうしたらいいのかわからないとりあえずやる気と元気を取り戻す方法を知りたいもともと恋愛したくないので他の相手探すとか勇気は一切ない まあちょっとキリスト教徒とかその辺は置いといてまずまあ、好きな人につら振られたらむちゃくちゃ辛い辛いんですよ。これね特に初めてとか最初の方は辛いで私の場合振られてから何だろう1年ぐらいつらかったですね。<laughs> 1>, 1年ぐらい死ぬかと思うぐらい憂鬱だったうんで次彼女できたら治ったけど彼女できたら治りますよ普通に <laughs> だけど探す気にはならないんでしょそれがあれじゃん恋愛とかに否定的なキリスト教徒にいるからだって言ってんだけどがんじがらめだねその後ねまあでも辛いのが当たり前なので失恋は。 好好ききにななって人だから全然いいんだよ憂鬱でまあそんな自分をダメだと思わないでほしいっていうのとすぐに変わったら大変ですすごいですよああ辛い恋愛振られて辛いよし切り替えようって切り替わっちゃう方がちょっとやばいですよそれこそやばいうん傷が治るまでって時間かかるから、まあ、最初は1年とかかかるかもしれないし慣れてないと1回目1年で 私の場合1回目の失恋で1年でその時一気に体重1 0ロぐらい減ってもっと減ったかなあ十1 0ぐらいかでご飯食べれなくなっちゃったからさで2回目はの辛い失恋の時はもう絶対今回はご飯だけは食べようと思って無理やりご飯食べて痩せないようにした、うん、2, 2, 年2回目の辛い失恋の方が長かったかなもう23年辛かった そそうそうだから立ち直りますよ絶対立ち直るからこの辛さが永遠に続くと思わない方がいいさ、うん、絶対立ち直るから勝手に人間って、うん、でなんだろう罪悪感とか今さくられて辛い時に人を好きになったことへの罪悪感とかなんだろうまあそうか罪悪感だよね そういういのを足しちゃったら余計辛くなるんで、とりあえず今傷ついてるから傷ついてる自分をいたわってあげなきゃいけない時なんでそのほ他の感情で自分を責めない方がいいですよ恋愛しちゃい,はいけないのに恋愛してしまったとか人を好きになってはいけないのに人を好きになってしまった自分はなんてダメなんだっていう思考をまずしないまずは辛いんだから振られちゃってその,その自分をいたわってあげる「本当に辛いよね」っつって「辛くなるのが当然だよ」っつってうん。 1>, まあ1回は通り過ぎるんことなんでね、これね、恋愛で。びっくりするぐらいつらいからね、初めて失礼すると <laughs>。それだけ好きだったってことだからね。だって初めて恋愛するときって、振られることが分かってないじゃん。振られるって何が分かってないから、手加減して好きになれないんだよ。思いっきりのめり込んでさ、それがで振られるっていうのはものすごい痛いから、そうなるのが当然、1回目は、う。ん そうだねだからだんだん立ち直るで大丈夫ですあのむしろ人を好きになった自分がダメだったんだって責めてると悲しむ暇がなくなっちゃうんで,で悲しまでずっと悲しくていいんですよ寂しくてつらいつらいでそれをその悲しみの期間を過ぎるとそろそろなんかしようかなってなってくるから元気になってくるからだんだんと。 悲しんではいけないとかを抑え込んであと罪悪感とかで悲しみを抑え込んじゃうと怒りとかねあと自分に対しての怒り悲しむ悲しみを発生させられない感じられなくなるからそうそういつまでたってもその悲しみが消化できなくてずっと辛い状態が続くんだ,だまずは悲しんでくださいちゃんと感じるああつれつれーつれーつれーってうんですぐに立ち直らなくていいんで辛くても最低限のことやってれば大丈夫だから死なない程度にうん 一気に辛い時にかかしななけければいいいとかさいつも以上に頑張んなきゃいけないとかやると余計辛くなるからさ、うん、かそれこそまた悲しむ暇がなくなっちゃうんでまずは徹底的に悲しんでくださいうんまあつらかったらまあでつらかったら何か吐き出したかったらどんどんまたここでもいいしマシュマロの匿名でもいいし匿名メッセージでもいいしあと LINE ライン公式アカウントもあるんでそこでつらいつらいつらいとか全然送ってきても大丈夫なんでそういうことしてちょっと乗り越えていきましょう、うん、乗,り越え乗り越えられるんで大丈夫です、うん、すぐに楽にならないじじ、ね、自分に焦りを感じる必要はないです、うん、すぐに楽にならないのが普通だから、うん、まあその恋愛とか性的なことに非常に否定的な宗教 とかかその辺はねねよくわんんないんで、ね、私の友達でもキリスト教徒たくさんいるけど普通に結婚してるし子供いるからねまあアメリカ人なんだけどほとんどうんだからそういうとこキリスト教徒によってキリスト教の中でもなんか違うのがあるのかなうんはいあ,あるあるねあったわ ちょっと隔離したところにあるキリスト教系の団体があるねアメリカにもそういう恋愛とか性的なことに否定的なうんまあそれはちょっと分かんないんでそこは宗教的なことはとりあえず今辛いけど絶対立ち直れるから大丈夫だしすぐに楽にならない自分に焦る必要はないってことしっかり悲しみを感じて悲しみのプロセスを通過すれば絶対怖がってるから大丈夫です うん、怒りとか罪悪感でかな悲しみを押し潰さないようにちゃんとしっかり悲しみを感じるようにしていってほしいと思います。はいということで以上ですありがとうございます。